お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はね、こちらメガナイトウォールブレイカーやっていきたいなと思います。まあメガナイトウォールブレイカーといえばもう僕がね、こう、大好きなデッキ、トップ3にはね、入ってくるんじゃないかなというね、僕の大好きなデッキなんですけども、コウモリがね、今回、攻撃速度の、初撃かな最初の攻撃速度が、まあ上がりましたよというところの強化と、あとは、コウモリの天敵であるね、ヒールスピリットですね。はい、ぶっ壊れ、こいつね。まあ、こいつが加工されて、このヒースピでね、コウモリは処理されなくなりました。なんか耐えちゃうんですよね。スケとかコウモリがヒースピで耐えるっていうところで、今後ね、活躍の場が増えるんじゃないかなと。まあ、いうところではね、このメガナイトウォールブレイカーとか、まあ、こういうデッキがね、大復活するんじゃないかなと思います。さあ、高 H っすね。まさかの、こう、いや、マジでめちゃくちゃ、すごい、昔、とか最近は、こう、最近何してるんだな、すごいなんかね、結構、仲がいいというか、まあ、絡みがある選手なんですよ。まあ、三重士使うプレイヤーで、この人は。そう、なんか、ほんと3年ぐらい前なんですけど、なんかもう、三重士がすごい強い時代とか、なんか、大会とかでも、こう、お互いね、無双するぐらい、なんかこう、上位でね、大会トーナメントの上位で当たるような、結構プレイヤーだったんですけど、最近はちょっとあまり見ないというと失礼かもしれない、お久しぶり高 H というところで、いい感じのねザップを決めてしまう、ラディシ。さあ活動早いことっていうクランのリーダーをね多分してるんですよね、多分。はい、なのでちょっと興味あれば早いことのねクランに申請してみたい、いかがでしょうか皆さん。さあとりあえずメガナイトオールなんてかウォールブレイカーっぽいの使ってますね。いやわかんない、ワンチャン三十種か、アイゴレダクプリユーノの三十種ですね。さあさすが三十種使いと、言ったところですね。いやこれもしかしたらザップだった、ザップだったらナエルが、まあ、もういやめっちゃいいタルババしたな、なんか、まあ、戻っていっちゃいましたねあの子。これザップでいいかな。でボムタワーダックプリユーノの三重士ですね。さあ、もうここはユーノで受けつつ、で、僕はコウモリがさっき相手ザップ打ったんで行きますね。まあ、アイゴロをどこに使ってくるかなんですけど、一回相手が。ここなぁ。ちょっと怖いですね。ユーノ受けかアイゴロ受けかわかんない。ここまあ、ディガーとコウモリとかで、まあ、ディガー裏でよかったですね。そう、アイゴロは絶対受けられるんでミスったですね。これ、ディガー裏にしとけば、もう一枚こう、使わせられたかもしれないんで。とりあえず、暇なんで、ザップ打つ。決算し、ワンチャンされるかなと思うんですけど、全然されないですね。さあ。で、相手の三十士にマスケット合わせたいんで、それまではあんま出さないイメージですかね。よいしょ。で、ここちょっとね、痛いですね。このマジアチャのダメが。あ、待って、ウォールブレイカーがヤンキーしてる。ちょっと待って。ウォールブレイカー、今のはヤンキーすぎないですか、さすがに。で、相手はもう三死出したいと思うんですけど、お、僕はちょっとこれ攻めちゃうですね。攻めて、タルババで共有します。タルババとコウモリかな？オッケーオッケーオッケー。まあ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 。で、ダメージ結構痛いんですけど、まあ痛いですね。はい。正直言うと結構痛いですね。まあ、痛いんですけども、許容せざるを得ない。で、アイゴレが来る。言うのか、あれこれは入ってしまうんじゃないのか、一発二発、あ、しかもザップゲンない。さあグッドゲームというところで、久しぶりに戦ったな、なんか懐かしいなマジで。本当に3年ぐらい前なんで、なんかこう大会機能とかも違ったんです。今だとなんか優勝したら何があるとかわかんないんですけど、今は何があるっけ、優勝しても何もないのか。なんか昔は大会を開くのにもエメラルドがいて、でも優勝したら、だから1万5000枚の宝箱がもらえる大会とか、だからもう、なんか15万エメラルドを使って大会を開くみたいな。なんかすごい違ったんですよね。そう、大会機能とかも。いやでも、なんかそういう時もあったりとかして、結構楽しかったですね。なんか大会が楽しかった。そう。普通に1位、2位、3位になれば、なんかこう、もらえたので、カードがね。その大会で、こう、上位目指したりだとか。そういうのってね、意外とこうよく当たってた気がしますね。なんかいろんな大会で。さあ、というね、ちょっと懐かしいなぁ。懐かしい。浸っちゃいそう。という感じなんですけど。これもタルババ転がせばやれるぞ。突破できるぞ。いや、うちのね、タル強いんですよね。
で、この言うのも相手対応しないといけない。いや、ザップがちょっと遅いですね。反応が遅い。さあ、で、もう一枚咲いたら、ウォールブレイカー行こうかなと思ったんですけど、これはちょっと飛ばしにくいな。まあ、飛ばしにくいけど、まあ、ここで、なんならもうセパとかしてね。さあ、ユニット、さあ、無視かな、さすがに無視かな。エリアンドが。さあ、今回相手は、ジャイ、ネクロ、スケルトン部隊。なんかまあ、ジャイスケラとか、まあ、そんな風な感じの香りはしてますが、とりあえず攻めていきますね。コウモリがね、強くなりましたよ、という感じですね。これもうマスケから入ってザップ使いましたね。もうマスケメガナイトで、まあ、マスケメガナイトかな。で、スケラ撃たれたら、タルババで耐えるぐらいで、頑張ります。まあ、三画後追加とか地味に嫌っすけどね。ああ、してきますね。でもあれはもうザップ撃って、マスケットに頑張ってもらうしかないんだよね、僕は。で、ババは、突破できないですね。これ、メガナイトミリ、いや、ワンチャンできるかな。突破できないけど、来たら転がしちゃって、マスケをできるだけ延命させたい。マスケ延命できれば、熱い。いや、いい。激、ザップがねえよ。ボケボケボケ。あ、でもザップを回せれた。よいしょ。まあ、このね、ユーノ型の強みは、やっぱ、マスケすげえ横打つですね。回転がやっぱ早い。ミニピックだと、ゴレとかジャイとかの防衛が、すごいね、火力が出て優秀になるんですけど、まあ、ユーノだと、プリンス受けだったり、ダックプリの突進とかね、防ぐ受けであったりだとか、まあ、回転が速くなるので、なんか、その分こう、いろいろね、絶対きついだろっていうのも、2周目のコウモリ、2周目のユニットで、まあ、覆すことができるっていうのは、このユーノ型のね、強みではありますね。まあ、個人的にはなんかね、ミニペ型もすごい好きなんですよね。そう、単体ミニペで攻めたりするようなことがすごい好きなんですけど。まあまあまあ、無事ね、まあ、勝利というところで。いや、環境絶対これ強いと思うんですけどね。てかもうなんなら、僕より先にもうグラチャレかな ?12 勝とかしてる人もいましたね。このメガナイトウォールブレイカーで。はい。まあ、形は豊富ですね。最初にも多分言ったんですけど、タルババがゴブリン。コウモリが3が5、まあ、ユーノがミニペッカー、いろいろ形のパターンがあるので、ぜひこう使いやすい方にね、いじってみて、使ってみてください。まあ意外と、このゴブリンの方の方が人気説はありますね。タルババがゴブリン。はい。まあ、ゴブリンだと、陸受けがこれちょっと少ないので、陸受けだったり、スケラの受けも優秀。まあ攻めで、こうメガナイトの後ろにゴブリンとかつけるだけで、こう逆サイウォールブレイカーが刺さったりとか、まあ枯渇枠が増えるって感じですね。タルババとゴブリンが関わることで。ザップとかタルババウッドとかを使わせるのがウォールブレイカー、まあコウモリ、ゴブリン。まあそこが1個増えるだけでも結構ね、違うと思うんで、ぜひ、試してみてくださいという風な感じですね。はい。まあさっきも話してたんですけど、まあ大会機能ですかね、本当に。今の人たちは多分ほとんど知らないと思うんですけど、マジで。その大会があったから、ユニレベ頑張ってあげれましたし、まあ、なかなか上げれなかったんですけどね。なんか、まあ、それぐらいしか上げる方法がなかったんだから。はい。当時はグラチャレとかも多分なかったので、本当に大会で、買って、上位行って、カードをもらえる宝箱を手に入れて、まあ、それが開けるのが、まあ、すごい嬉しかったみたいな、ね。まあ、僕その、優勝1万5000枚、2位が、1万枚かな。で、3位が7500枚だったんですけど、僕1回も1位とか2位とか3位とかなったことなくて、まあ多分当時本当にトロ3000とかだったので、マジ。1回か何回かだけ、まあ20何位とか、まあそんぐらい取ったら1000枚ぐらいもらえて、うわーやったーみたいな。まあそんなことはね、まあありましたけど。まあそういうこともありつつ、まあみたいなね、いろいろありましたね、本当に。だって気づけば、一つのゲームをマジで4年近くやってるってやばくないですか？すごいっすよね。よく飽きてないなと思います。いや、さすがスパセルっすね。クラロはマジで。無限っすもんね、こんな。無限にできちゃうっすね。よいしょ。さあ。どんどんいきますよ。僕ぐらいになると。追加すると、オーケーっす。相手にファイアーボールを使わせましたね。さあ、今回の相手は、まあ、クロスボウですね。お、で、クロスは、まあ、リワークされたんですけど、まあ、設置時間が40秒から30秒に短くなったんですよ。まあ、だから、明らかに過砲だろっていうのをちょっと思ってたんですけど、なんか意外と使えるらしくて、まあ、理由としては、火力が高くなった。このまあ、短くなった。
まあ、設置時間が短い分、その分ね、火力がね、高くなったっていうところで、なんか意外と端前で相手のユニット溶かしたりするのだったり、なんか、そう、意外と使えるみたいな。あれって、クロス、いつも強いじゃんっていう感じなんですけど、いや、いいウォールブレイカーですね。これはもう決まっていく。さあ、まあ、ゴロモン勝ちたいですね。まあ、タルババだとクロスに対して勝ちやすいっていうのがあるんですけども。さあ、とりあえずね。で、ナイト型なので、僕のコウモリも行きますね。そう、あの、クロスって昔はアイゴレだったんですよ。まあ、なんですけど、こう、ヒースピーが出たりとか、まあ、なんかこう、ロイジャイがね、まあ、ロイジャイヒースピーが強い時代が来てから、アイゴレだとロイを溶かせないっていうところで、ナイト型になったんですけど、これ、真ん中突き行きますよ。よいしょ。あ、ごめんなさい。はっず。やばいやばいやばい。はっず。やばい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 。まあでも、そう、ロイのせいでって言ったらあれですけど、まあ、ロイによってナイト型になったんですけど、で、コウモリもいなかったんでね。まあ、なんですけど、こうナイト型なことによって、このコウモリが相手はめちゃくちゃしんどいっていう。いや、だからメガナイト溶けるの早いなぁ、あのクロス。やばいっすよね。いや、これやばいなぁ、マジで。クロス、お前強化じゃねえんか、もしかしたら。っていう、本当に、話になってくるんですよね。いや、でも、相手もきつそう。いや、ここ一回捨てのクロスだったんですね。いや、次、ちょっと2周目来るな、これ。いや、間に合うかな。まあ、ザップで最後切り替えられるんで、オッケーオッケー。よいしょ。いや、コウモリ、マジで強いですね。マジで強い、本当に。びっくりするやぐらい。こう真ん中ないと、いや、真ん中ないと来ねえのか。よいしょ、ここザップとか打って、このユニットの HP を残してあげて、施設を壊したいですね。オッケーオッケー。いや、いい。なんかユニットとユニットのぶつかり合いの時にザップを打つのがすごい大事ですね。でもこれも勝てそうですね。え、多分防衛クロスでもう一回来るので、一回これ、まあ、クロス壊しに行っちゃおうか。クロス壊しに行って、あの、この、コスト低いんでね、僕、この周りだけで回せば。これでまあ、ちまちまイチャイチャしといて、で、次攻めクロス来てもメガナイト出せるようにしとけば、まあ、事故んないかなという風なところではありますが、テスラとかなんか植えてこられると結構嫌です。植えて、言い方、あ、これなんか、なんで俺左行ってんだろうな。これ真ん中突きます。よいしょ！あー、やべ、待って、生きった。やべ。これあれだな。さてはやばい。さてはやばい。これザップ打って、うん、待って。危ね！耐える。ちょっと待って。生きりすぎてるかもしれない、今日の俺は。一段とね。待って、ワンチャンこれ負けるっすね。多分一回防衛クロス来る。いや、俺はね、左、いや、右でいいな、さすがにあれは。で、なんか来るでしょ？で、アーチャー処理しつつ、いやー、いいファイブだな。やべ、削いて。タワーにダメージ削りたいっすね。ウッド削りされちまうんすよね。やべー。これ逆来るけど、もう一周本命が来るかもしれないっすね。いや、クロスの火力上がってる。いや、そうっすね。本命いきますね。なんで僕はここで一回左をぶっ破しないといけない。で、クロス壊して、いや、ワンチャルな。いや、相手これ結構きついぞ。結構きつい。で、こうしてからの僕はもう一回右ですね。はい、本命の右を今から行く。で、ザップでしっかり削ってあげて、いや、グッドゲーム言ってるな。オッケーオッケー、勝った。危ねえ。危ないですが、多分勝ったでしょ。オッケー。さあ、ナイスグッドゲームというところで、まあ、コウモリ結構良かったですね。相手もなんかコウモリにビビってファイブ打ったりとかしてたんで、まあ、前のコウモリだとちょっとね、怖かったところはね、本当に若干ですがありますというところで、いや、強いですね。間違いなく強いです。メガナイトウォールブレイカー。もう完全復活でございます。さあ、よろしくと。この初手コウモリセパすること自体がもう懐かしいですよね。前までだとなかったんで。とりあえず、まあ、あの、初手コウモリステパするとか言ってしてないんですけど、ごめんなさい。タルババ転がしちゃってた。で、ワンチャン、まあ、遅延スケラの可能性もありつつ、汚れ、美味しいな。これ、ザップっちゃおう。よいしょ。さあ、ナイト、マスケ、タルババ、まあ、遅延、マスケスケラだったり、まあ、なんか、いろいろありそうではあるんですけど、あー、安っすね、それ。もう、これ、気持ち、陸行き節約してね。あ、でもこれ。あ、大きいユニット咲かせられるのはでけえ。いや、ここな、ちょっと踏みてえな、これ。絶対相手きついっすよ。
だってこれボーラー分、ボーラーとメガナイト出して、まあ、コスト同じぐらい使って僕だけこんぐらい残ってますからね。待って、ボーラーメガナイトなんだ、このコウモリ絶対うざいぞ。あ、フリーズ、うわ残る。でこれコウモリ、いやいや、コウモリが降ってくる、コウモリ降ってきますね。さあザップパン、いやー強い。でここでもう2個ソウルブレイカーとかして確実にね、なんてここで俺は噛むんだ確実にダメージを稼いでいく。でフリーズ吐く息でしたね。まだまだ300まで削っちゃえばさすがにザップ7回ぐらいかな、落とせないことはなさそうですが、7回でも足りねえかな、7か8ぐらい。まあまあまあディガーが殴ってくれるでしょうというところで、まあ、右も削りたいし左も削らないといけない。で一回まあこれ逆いっちゃおうか。でコウモリの対応が相手はマスケットしかいないので、結構このコウモリがそう、コウモリがそう結構うざいですよね。でまあお互いちょっと嫌な流れではある、このスケラが嫌ですね。これあれっすね、相手入れなかったらよかったですね、相手のユニット陣地に。まあこう僕最悪フリーズされてもタルとザップがあるんで、あ待ってメガネとか帰ってきた、いいやつすぎんかあいつ。オーケー、もうこれだけで相手からしたらしんどいよと。で僕はここで両サイ振っていきます。こっちにも攻めて、これメガナイトマスケ止まんのかな、あれだけで。コウモリ用にザップだけ構えて、さあ、いやーマジで強え。てかなんならやっぱコウモリが強化されたことによってみんなコウモリを使うんですよ、まあ、僕とかもなんですけど、まあ、それによってザップ型がね、このザップデッキ、うん、最近だってすごいなかったんですけど、本当にザップデッキあんまなかったんですけど、ただまあザップ入れる必要がなかったですけど、まあ、こういうザップ入れのデッキもすごい復活するんじゃないかなというところでは、もうねボコボコですよねというわけで、多分これでグラッチャで12勝したかな、多分したかなというわけで、ぜひね、いやーメガナイトオールブレイカーはねマジ回転が早いと何にでも勝てる可能性があるんで、すごい楽しいですね。オールブレイカーバチコリハマりますし、ぜひね、このね、ここで最後マーションが出てくれると神。あ、いらんすね、と。まあ、いうわけでね、ぜひこちら使ってみてくださいと、いうわけでおります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。